ちは、魚屋の森です。さあ今日は何の日かな。森さん、今日は何しに行くんですか？今、豊橋でテレビの収録が終わって、今から新店舗の設営に行きます。で、明日ね、ちょっと大事なイベントがあるので、その準備です。おお。それが来月の4月15日オープンするうちの新店舗。明日は何のイベントですか？さあ、明日は実はプレオープンなんですけど、オープンのちょうど1ヶ月前、今3月13日なんですけど、ちょうど1年前の3月13日にうちの魚屋さんの原点の下野石魚市場、今日が最終営業日です。すごく思い出のある場所なので、ちょっと早起きをして仕入れ前に来てみました。最終日だよ。クリスタバッグがいいんじゃない？私たちが、その名前はちゃんとね、引き継いできます。全然守ってきますので、どうぞよろしくお願いします。閉鎖をしてしまったので、それをね、ここで復活させたいなって思いで立ち上げた新店舗なんですよ。ただこのコロナの影響で半導体が入ってこないということで、冷蔵庫だったりとか、まあ、いろいろ検査があったり、検査に通らなかったりとかで、オープンがどうしても延期されてしまって4月15日になっちゃうんですけども、なんとかこの施設のね、セントラルパークさんにお願いをして、明日、1年経った明日、イベントだけさせていただけることになったので、全力でやりきろうかなと思います。ということで、これをやります。超大盤の100キロ級オープンあるある、いろいろやばい、会議してるんで、お疲れ様です。YouTube 撮影してもガチャガチャがある気がして、小さいんだよ、大体ね。今いる場所が、実はこのお店、3つのお店が併設してます。で、ここは今社長たちが座ってるとこね、イートインブースです。下野石器の海鮮丼とか、こういうお刺身定食とか、これはちょっと明日のイベント専用メニューなんですけど、なんかが食べられるイートインレストランです。で、こっちが鮮魚の小売ブースになっていて、もう朝一をそのまま持ってきた感じ、お店に。で、そこにね、ほら、ここにお魚がしていっぱい並びます。こっちのショーケースとかでも準備してるんだけども、一番の人気商品、焼きサバ寿司、これも1本500円で、いつも980円のやつ500円で販売します。で、こっち、すごい、明日めちゃめちゃ薄いお寿司、どれでも3パック1080円、激安。で、見て、じゃーん、名古屋初魚のバーガー、だから魚のバーガーの2号店になります。で、ここで魚のバーガーが頼める。今まで新潟にしかなかったんですけど、名古屋には初出店です。で、このセントラルパークっていうとこ、名古屋に住んでる方わかると思うんですけど、すごい立地が良くて、駅、一番メインの栄っていう駅から、徒歩でずっと地下街を通じてこう来れるところです。で、今真上にテレビ塔があって、で、めちゃくちゃアクセスもしやすいので、今まで私たちの店舗って結構ちょっと駅からね、離れたところにあったりしたので、県外の方でも来やすい場所かなと思います。ぜひここに来ていただければ、ことぶき商店のお魚、鮮魚も、魚のバーガーで、海鮮丼とかメニューも食べれるっていう場所です。
こういう毎日が朝一っていうコンセプトをもとに営業しています。ちょっと厨房も見てる。あゆみやでお疲れ。すごい広くてね、ここで、飲食の調理もするし、ほら寿司ネタケースもあるし、調理もするし、あと魚屋さんの方の加工なんかもここでやっていきます。いわゆる寿商店のセントラルキッチンみたいなものを想定しています。こういう、まあ、魚屋さんならでは量り売りのラベラーとかで、過去の乾燥したやつとかね、飾りです。物販でもお惣菜売ったりするので、ここに焼き魚焼いたりとか、グリラーです。完全 IH です。ここは地下街なので火が使えませんので電気でやります。 IH の調理器具がいろいろと揃ってます。これはフライヤー、食洗、まだちょっと、まだオープンが1ヶ月後なのでそんなに食器とか入ってないですけど、一応こんな感じです。しばらく社長密着しますね。はい、お願いいたします。卵焼きは、うん、こだわりこれ特別なものですね。100年の歴史のある下野式ので、よく僕も食べて、小さい時は食べたやつなんだけど、それと再現しようと思って、実はそこの卵焼き屋さんがその下野式の市場の閉場とともにやめちゃったの。そうなんですか。うん、まあ、いわゆる、まあ、会社っていうか、その卵焼きもやめちゃうんですよ。でそれはもったいないなと思ってさ、で何度かチャレンジして、直接キッキリンたりしてやったんだけど、今からこれの生みの親のところに味見をしてもらいに来ます。ああ、こんなような感じにはなっとる。なる、うん、なっとる、こんな感じになっとった、うん、あ、いっぱいと、その今のこの少々っていうのは少々、ああ少々これをつける、本当だ、おお、これがない、本物の味にはまだかもしれんけど、でもかなり近い感じでできたんで、ちょっと明日は出させてもらって、まあ本場にはもっと美味しくしようと考えてますけど。完全に社長がレシピを作ってって感じですか。いやいや、もともとあったレシピに沿って、うん、でちょっとそこにアレンジしていこうかなと思ってますけどね。はい、ありがとうございます。はい、頑張ります。よろしくお願いします。開放感、それと中が見える全部、はいはい、これいいですね、このカウンター。そういう感じにして、なんか最終的にはみんながこれをこれ食べたいなって言った時にそこへ行って食べるとかさ、そういうことやりたかったのよ俺はね。お酒も飲めるの、ね、あ、もちろん契約終わって、まあ、その閉鎖した店があるんですけど、そういったところのものみんな声持ってきたので、ね、でなんかその歴史っていうかストーリーっていうの、それを一個ずつ語ることもできると思うんだよね、うん、例えば中古を持ってきたっていう発想ではなく、そこで使ってきたものをもう一回再利用するというのも本当に今回のテーマだね。無駄を出さない、せっかく使って褒めていただいたものをもう一回使い直す。明日も頑張って、ね、ちょっとまだ時間かかりますけど、今日中に終わるように頑張っていきたいと思います。明日頑張ります。ご協力くださってね、お礼金してありますので、たくさん、買っていただけると幸いですので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。